お待たせしております。さあ、今回準決勝第2試合の実況を私、ケイシンが担当いたします。よろしくお願いします。1チームの方が、少し今遅れてきてみたいなので、今マップ決めの方が行われておりますので、試合開始までもう少々お待ちください。準決勝第2試合のチーム紹介していきたいと思います。まずは TEM ですね。 TEM というチームです。選手紹介していきます。ブタダオ選手、ジャスティン選手、ジャスティンプですね。ジャスティンプ選手、コナタ選手、コカイン選手、ヒム選手ですね。ヒム選手で先制しました。ヒム選手の5人になってます。コカインっていう名前がもう覚えやすいですよね、こういうのがあると。もう間もなく、マップが決まってるので、もう間もなく試合が始まると思われます。マップのレイドとなりました。先ほど準決勝第1試合と同じですね。レイドの、サーチアンデストロイとなっております。さあ、もう間もなく試合開始になってますね。もう少々お待ちください。対するバーの方のチーム紹介していきます。バーの方チーム紹介ですね。バー、オールアーミー選手、サク選手、ヒロ選手、シャンクス選手、シャドウ選手が、メンバーだったんですけども、今回、リザーブのアスカ選手が、代わりに出場となっております。というわけで、始まりますね、レイド。サーチャンです。先ほどの準決勝第1試合もレイドのサーチャンデストロイだったので、準決勝から見ている方は、まあ、試合の流れというか、まあ、要点、ターニングポイントとかを、まあ少しは分かっていただけたかなとは思ってるんですけども、まずは A を守るときに、ここのバスケットコートですね、ここの侵入を許しちゃうと一気に取られてしまうので、ここは確実に止めたいですよね。先に守るのは青の TEM です。攻めるのはバー。さあ、ヒム、ここはまあ試合展開的にはゆっくりと防衛なのでね、ゆっくりと前線上げてって裏取りの形になっていくと思います。残り1分20秒。さあ、ここでファーストブラッドが起きて、4-on-4ですね。両チームいちいち交換となりました。ここはゲームも戻ってきましたね。よかったよかった。さあ、一気に削られましたね。 TM がまとめて削られてしまった。いやー、厳しい。正面の打ちはとても強いですね、バー。さあ、バー、正面の打ちは本当に強いと思いました、今。一瞬で4枚削っていきましたね。1ラウンド目取ってるのは赤のバーです。さあ、バーの攻め、今回どちらに攻めるかなんですけども。もう、バーの今の攻め方というか、もうボムを設置するというよりは、敵を潰しちまおうっていう作戦に切り替えてたんだとは思います。削りが本当に早かった。0対1。8ラウンド取ると、勝利となります。ルールはね、ベストオブ3、BO3 の方、採用してますので、3マップで2マップの方、先に2マップ先取となった方が勝利となります。さあ、レイドのサーチャンデストロイ、5-on-4、バーが1枚削られました。さあ、ここはスナイパーでキッチンを見る。素晴らしいですね、ヒム選手。B の方へ来ていたバーの選手2枚を持っていきました。5-on-3。ジャスティンプ、スナイパー持ってます。ここにいる、この柵の位置、ここの位置がね、向こうの B の方全体からよく見える位置なので、スナイパーには警戒していきたい。ここで11交換、2-on-4。優勢なのは TM。正面の打ち合い勝っていく。2-on-3。さあ、この選手、エイムいいですね。さあ、TM のヒムはセンターでこの字、ここから上がってくるのを見ている。さあ、残り30秒。いいとこで見てました。素晴らしい。おっと、画面の方大丈夫かな。3-on-1。残されたのは柵。これはちょっと厳しい。金庫からだとね、かなり強硬だったので、あそこから頭出しで抜かれると、
なかなか厳しい。1対1。両チーム譲りません。ああ、切り替えていけるか、バーン攻め。投げ物入れて、クリアリングをしていきます。先ほど一緒に TM のヒム選手。おっと、コカインのグレネードで、レンズに策飛んでます。そしてジャスティンプ、スナイパーでヒロを抜いている。TM の守りが固くなってきました。3-on-4。アッサが1枚抜いてます。さあ、この攻め。スナイパー抜いていきたいが、ここの頭の死はなかなか難しい。あそこ本当に頭半分しか見る。おお、抜いていく。残されてしまった。さあ、オールアミ。2対1。オールアミとアッサ選手。さあ、バー。このラウンドは人数有利を生かして確実に勝ちに行った。さあ、この後耐える。抜いていく、オラミ。素晴らしいエミです。一瞬で解けましたね。2対1。さあ、バーの攻め。今度は B に攻めますか。でも、まあ、定石通り A に人数は割いて、サードでプス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 と抜いていくんですけども、そこに敵はいません。 5-on-5 キックをしてます。さあ、サックしっかり足を引いて、今合わせている、抜いていった。オールアーミー5回に 5-on-4。 シャンクス、ここでしっかりと裏取りを警戒してますね。ここ裏も抜かれちゃうと、こっちの攻めに、A の方を攻めているのが、おっと、ここでジャスティンプのスナイパー炸裂。ワンショットで決めてきました。さあ、この後、いやー、カバーの試合。そしてまたオールアーミー出てくるんですけども、ここ打ち合い勝っていきます、ヒム。TM のヒム、SMG、素晴らしい。さあ、この後、残されたのは、ヒロ選手ですね。3-on-1。リロードして、落ち着いています。ヒロはちょっと後ろの位置でかなり待ってるので、まあ、防衛する側の TM としては、これで正解だとは思います。ヒロ選手、A のプールで上がっていく。ゴムを拾います。しかし残り時間がもうありません。おっと、画面の方が止まってしまったが、おお、抜いてますね。 TM がラウンド取って2対2となっています。いや、拮抗してますね、両チーム。回線の都合上途中かくつくんですけども、ご了承ください。2対2。あっさりサルで抜くんですけども、いません。スモーク越しに抜くことができるとかなりでかいんですけどね。今回バーはかなり B に、B やることができない。 B の守り熱いですね。 TM ヒムを中心に B の守りが本当に熱い。しかし 3-on-3 です。さあ、サク均衡の中で敵を待ちます。さあ、キッチン入ってきた。ここ聞こえて、抜いていく。この後のスナイパー 3-on-4。 さあ、スロープから、内周敵を確認。シャンクス、ボムを拾って、これも時間があと1分あるので、まだまだ急がなくてもいい時間ですね。さあ、シャンクス落ち着いていきたい。
アッサイスターを当てることができない。残り40秒、 3-4-2 TM 優勢。やはり B の防衛、このヒム選手がいることによってかなり硬いです。残り30秒。さあここでバスケット方に侵入していきたいんですけども、狙撃手のザ・スティンプがバスケでプールを見ています。顔を出した、突っ込んできた、ここの打ち合い、ジャスティンプ抜いた、ここ勝っていく。3対1残されてしまった朝。さあスナイパー強いですね、ジャスティンプ。あそこ落ち着いて当てるのはとてもでかい。おっと、もう一人反射で、金庫の方からコナタがスナイパーカバー入ってラウンド取っています。3対2 TM ここで逆転に成功。Destroy the objective. The enemy has the bomb. さあバーの攻め、少しずつ少しずつ攻めづらくなってきました。 TM まず B の防衛が本当に硬いので、バーはちょっとこっち側 A 行くしかないのかなっていう感じがしますね。攻めあぐれてます。しかし A にはやっぱりこのバスケットコート、あそこの頭らしいジャスティンプという狙撃手が構えているので、そこを抜いていきたいですよね、バーガーとしては。抜いていく、柵のスナイパー股間を抜きました。 4-on-4 キッチンも抜いていく。そして広が豚田をキルして 4-on-2 バー優勢。チャンクス、うおーっと、ジャスティンプのスナイパーここで決まってきた。 3-on-2 残り1分、まだバーが有利です。ヒムは絶対ここは通さないという守りでギャラリーの周りを守っています。残り50秒。さあそのヒムの近くにシャンクスが来た。打ち合い勝てるか、いやしかしヒム強い、ここの強さです、この選手。いやしかしカバー入ってきた、ヒロのカバー、サクとヒロ。残されたのはスナイパージャスティンプ。ジャスティンプのいる位置はやはり A ですね。しかしこれボム持ちの選手が B にいるので、この B 設置成功。残り45秒のカウントダウンが始まった。ジャスティンプはこれバーガーのリスポーンの方をぐるっと回っていく形でしょうか。そうですね、裏から回ってきています。さあヒロとこれ気づくことができるかどうか。さあジャスティンプ上がってきている。2対1の状況をうまく使ってヒロ瞬どけ、素晴らしい。3対3、両チーム譲りません。さあこの準決勝第2試合、第1マップレイドサーチャンですが進行中です。3対3、バー VS TM の試合です。おっとスナイパー、豚田のスナイパーここで炸裂。やはり開幕でね、スナイパーの1キルが入るとチームとしてもとても動きやすくなりますし盛り上がるので、本当にスナイパーのキルはでかい。開幕のスナイパーキルって本当にノーリスクで遠距離の一方的にスナイパーが優位な状況で抜くことができるので、本当にでかいんですよね、開幕のスナイパーキルっていうのは。さあ 5-on-4 の状況が続いております。残り1分10秒、ここで柵のスナイパー 4-on-4。 こうなってくると両チームともにスナイパーを持つ選手が増えましたね。スナイパーにはスナイパーで対抗すると。シャンクス、そこにいるのはヒムだぞ。無理して B に行く必要ないんです、シャンクス。ここは上がってきたヒムを狩ることができればでかいんですけども。さあ柵のスナイパー当たっています。時間がありません。 3-on-1、ヒム残されてちょっと苦しい展開。このまま設置に設置してますね。今 A のバスケットコートの A ボムに
設置成功。さあ残り3枚、あと35秒で3枚削って解除まで行かなきゃいけません。キム選手 MSMC ロケットランチャー持って撃つんですけども当たりません。近距離の打ち合い、キム抜いていく、2オン1、残り15秒時間がない。レンツの方に敵見えましたが、ちょっとこれは距離的に厳しいと判断して引きます。ボム裏にいる、ボム裏にいる、ボム裏にいるんですけども、抜くことができない。ボム裏のやつは抜いたんですけども、レンツの方からカバー入ってきていました。しっかりと連携取れてますね、 TM。 あ、バーですね、失礼しました。3対4、バー優勢。アスカここ壁抜きで狙っていくんですけども当たりません。さあオールアーミー、ランドリーから上がってくるのを警戒しています。アスカひたすらスナイパーで抜いていく。しかしそこに敵はいない。ジャスティンプ、これを当てるか、これを当てる。オーマイガー。プールの子ピョンピョンピョンと顔を出してきて、バスケットコートの四角の裏に伏せていったのを抜いていきました。うー、この距離。オールアーミー、アッサのスナイパーは当たっています。4-on-4。さあ拮抗した状態が続いている。どちらにキルが傾くか。残り1分。ちょっと攻めづらいですね、バー。さあジャスティンブロッキーラン構えて打っていく。そこにありません。 4-on-4、 残り40秒。どっちのキルが入るか。あとヒムここ登れない。さあ柵のスナイパー入りました。あれですね、ジャスティンプを抜きましたね。残り30秒。30秒で何か、おっと柵スナイパーまたしても抜いていく。オールアーミーこの位置、いやらしいですね。あそこ残り20秒、設置しないと攻め側のバーは勝つことができませんが、ブタダはここのベッドの2階まで上がってきている。抑えてます、抑えてるが抜いていく。オールアーミー素晴らしい。エイムだ、残り5秒。うわー、ここで抜いてラウンド取ったのはバーです。3対5。ここで攻守交代ですね。これはもうかなり後ろになって攻めてる形ですね。TM は B に人数割いてます。 B に行くにはまずここのオールアーミーがいる位置、ランドリーを削らないといけないんですけども、おっと抜きました。こなたのスナイパー 5-on-3。そして B に設置入っています。あっさ、これはちょっと厳しい。人数かけてランドリーノック詰めてきました。残されたのはスナイパー持ってる柵 5-on-1 という苦しい状況。しかも設置されたのは反対の B、 その上プールに敵がいるという、なかなか絶望的な状況。ハンドガンに持ち替えてプールのやつを一旦確実にキルしたいんですけども。さあ回る回る、BO2 のサーチャンデストロイドもね、こういうなの結構見ましたね。さあこれ抜いて4-on-1。んがしかし残り5秒、これは解除間に合いません。柵惜しい、当てていく。しかし反射、これは TM 素晴らしい攻めが決まったということでしょう。 B への攻め素晴らしくきれいでした。まあ、スナイパーで、ランドリーにいたオールアーミーを抜いたのがかなりでかいですね。またしても B ですかね、TM。そう、またしても B 上がっていく。ジャスティンプ、スナイパー当てることができるか。ちょっと食らってしまった。やはり B を取るには、本当にこの内周、このヒロがいる位置を取らないといけないので、ここまで上がらないと、B 設置することは難しいですね。
アイボン4。さあバーの方は先ほど B 攻めでやられてしまったので、しっかりと修正して B の守りを固めてきています。ヒロが B の守りの要となって内周を抑えてますね。フォンフォン。アッサのスナイパー、ジャスティンポを抜いて、3-on-4。いやー強い。ヒロが強い。B をしっかりと守っています。フォン2。DM 残された、ブタダオと、この辺りですね。二人ともスナイパーなので、まずは遠距離で一人確実に持っていきたい。残り35秒。抜いていく、アッサー。残されたのはブタダオ選手。Get down, sniper! シャンクス。一は見えてるんですけども、味方に声をかけてうまいこと囲む形ができるかどうか。さあ、ブタダオ。これは厳しい。詰めてきていました。バーの選手。4対6。いや、強いですね、バー。しっかりと修正して防衛できています。このヒロ選手がもう B の防衛を抑えているので、TM としては、まずはこのヒロをやってから、B に上がらないといけないという状況が作られています。ファーストブラッドどちらに行くか。おっと、ヒロ削ったんですけども、こなたのスナイパーで抜かれてしまいました。さあ B の防衛の要ヒロが抜かれたことによって TM 上がっていきます。さあもう一人やって 4-3 走っていく。黒番、いや、キャット逃げたとこやっていく。3-4-2。ここで設置に入った。TM。バー残されたのは、シャンクスとサク選手ですね。二人でうまくクロスを組んで、まずは確実に一枚やって、人数不利な状況を消したいですね。さあ、シャンクス、ここで待ち構えている。やる、見つけたんですけど、やりきることができない。残り30秒。ここ抜いていく。2-on-2。残り20秒。上がっていくシャンクス。柵も一緒に合わせていきたいんですけども、壁抜きで抜いていく。残された、残された。この歯、これだですね、この歯。いやー、この青番の戦い、いやー抜いていく。しかし解除入ってるぞ。間に合うかどうか。間に合えかったー。この歯しっかりとボムを見に来ました。激アツのラウンドとなりました。6対5。いや、 TM、この辺のスナイパーやばいですね。あそこ勝っちゃうんすか。あれはやばい。いやー、名スナイパー揃ってますね。ジャスティンプとこの辺。5対6。11交換。ブタダをロケランで当ててるんですけども、その前に朝がスナイパーで抜いています。相打ちとなりました。さあ、B に上がることができるか。サックスナイパー当てていく。ここ B 防衛。ここにね、スナイパーがいるだけでも前に出づらいんで、一人抜くことによってさらにその威圧を高めることができるので、今の1キルはかなりでかい。無理せずに敵を待って出てきたところを借りたいところですね。サク当てていく。素晴らしい。フォーン2。さあ、このスナイパーがね、相手してる隙に他の選手、後ろから取って連携していきたいです。3-on-2。バスケにいた柵をこなたが抜いてます。しかし、ヒロがカバー入っている。そのヒロをコカインがカバー。2-on-1、残されたオラミ。あ、違う、失礼しました。残されてるのはコカインですね。さあ、ベッドした。残り30秒。時間がない。Time's almost up.下の打ち合い顔出してくるんですけど、ここはなかなか前に出れない。コカイン、このままラウンド許してしまうのか。
センターへとかうお気づいていた、しっかりと気づいていました。5対7リーチかけましたのはバーです。第1マップレイドサーチャンデストロイ、リーチかけてるのはバー、5対7。このラウンドバーが取ることできればサーチャンデストロイ第1マップ勝利となります。ブタダオフラググレード当たらない。さあもう後がない TM、 なんとしてもつなげたい。開幕のキルどちらに入るか、オーラーミ壁抜きで狙っていく。さあファーストブラッドはジャスティンプ、そしてこの後です、スナイパーの2人が TM を盛り上げます。バー残り3人、5対3。おーっとそれ当てる。そしてスナイパージャスティンプ、アスカのスナイパーは当たりません。フォーン2、いや苦しい、残されたのはアスカ。4対1、残り50秒。TM は本当人数有利を生かして囲めていきたい。しかし抜かれてしまった。またも抜かれてしまった。2-on-1。いやーこれは、ロケランで確実に潰していきました。アスカ選手耐えたんですけども、なかなか苦しかったですね。さあ、7対6。バー優勢。いやー、さあ選手、先ほどのラウンド素晴らしい耐えだったんですけども、さすがに3枚目まではいけませんでした。さあもう後がない TM、 どちらに攻めるか。ファーストブラッド、オールアーミーキルして5回抜いている。この後とジャスティンプスナイパーで2人キル、 4-3。 さあバーとしては人数不利なので1回落ち着いて1人削っていきたいですね。いやーしかし TM のスナイパー、コナツとジャスティンプがかなり圧力をかけてきている。うーん、柵当てることができない。ジャスティンプ抜いてきた。今の一瞬当てるか。 4-on-2。 さあ人数不利です。バー TM 巻き返してきている。残り50秒。白番の後ろ抜くことができない。ここで B に設置入ってます。 A ですね、 A に設置入りました。バスケットコート1人抜きます。シャンクス 3-on-2。 さあうーん、ジャスティンプスナイパーでしっかりと見ている。残り25秒。当てていく。残されたのは AR を持つシャンクス。おっと、これで間に合いませんでした。7対7。いやー、GG だ。泣いても笑っても、このラウンドが最後、15ラウンド目です。攻めるのはバー。守るのは TM。さあ、ヒム。B の守りは俺に任せろ、ヒム。トロフィー耐えて、B を守ります。グレネード、ファーストブラッドどちらに傾くか。ファーストブラッドがかなり重要。こういう本当に慎重な戦い。落ち着いてます、オーラミ。さあファーストブラッドは柵のスナイパー、5回も抜きました。 5-on-4。 バー優勢、バー優勢。うーん、抜くことできません。両チームともに落ち着いてます。慎重に慎重に一つ一つクリアリングして自分たちの陣地を広げていきたい。うーん、これやりきることできない。ヒムはやっぱ安定のこの位置ですね。さあ未だ 5-on-4。 どちらが勝つのか。ブタダオ上がってくるのを抑えています。
やバーはそろそろ前線上げたいですね。残り30秒切っています。ジャスティップ入ってきたのを当てることができない。顔出してきたのを半周当てるんですけども削られました。オールアーミー 3-on-3。 さあ打ち合い始まった。角にいたヒム抜いていく。ヒムが強い。残されてしまった。オールアーミー3-1。残り5秒。いやーこれは厳しい。うまく防衛が決まりました TM。 逆転に成功しています。7-8。第1マップレイドサチャンデストロイ取ったのは TM です。いやーバーかなり優勢だったんですけども、 TM が逆転へとつなげていきました。すごい勢いでしたね。いやまさかで、まさかのでしたね。何ラウンド連続選手だ。5ラウンドぐらい、 5か4ぐらい連続で取って、7ラウンドのところから7ラウンド、いや一気に巻き返しましたね。いや、 やっぱりサーチャンデストロイは本当に SR のキルが重要ですね。このゲームは SR で遠距離で確実に1人抜いていく力が強いチームがやっぱり人数有利を生かして立ち回ることができるので、そこから上がってくるのが大事になってきます。さあここで1回休憩に入るのかな。ちょっと今スタッフさんの方に確認 しようとかなっていうふうに思います。ちょっと待ちくださいね。さあ第1マップサーチャンデストロイドっていうのは TM です。このまま次のドミネーション TM が取ると決勝へと駒を進めることができます。決勝へは先ほど準決勝第1試合で、人は先に決勝へと駒を進めている SGT が待っております。さあ TM なんですけども、前回この前行われた GGL のプレマッチの方で TM 優勝しているとの情報を今スタッフさんの方からいただいて、やはり優勝してるだけのことあって落ち着いていますね。崖っぷちのあの状況でもやっぱり今ご覧いただいた通りにね、逆転することが成功しているので、こういうチームが本当に強くなるのかなっていうふうには思います。さあこのままスタンドオフ始まるようです。スタンドオフのドミネーション始まります。さあドミネーション、どういう展開になるのか。やさあドミネーション始まりますね。お待たせいたしました。現在待機画面の方